春季以降の若い世代のがん治療について考える講演会が浜松市で開かれ、元 SKE48 のタレント矢方美紀さんが自らの乳がんの体験を語りました。自分が癌になった時に、あ、もうこれから仕事もできなくなるのかな、恋愛もあんましたことないですけど恋愛もできないのかな、何より、あ、もうちょっと友達と遊びたかったなっていうことがすごく頭をよぎりました。矢方さんは自分で触診をしたことをきっかけに乳がんが分かり、去年手術を受け、今もホルモン療法の治療中です。これまでの闘病では、好きな仕事を諦めなかったことと周囲の人の支えが大きかったと振り返り、悩みや不安を周りの人に伝えることも大切と語りました。また会場では聖霊浜松病院の職員が、綾世代と呼ばれる春季以降の若い世代のがんでは、治療のほか心理や仕事など全体的なケアが重要だと解説しました。